科学担当の坂本です。それでは問題の解説に入る前に問題文の確認と説問の確認をしましょう。まずは問い1の下線 A、下線部 A ですね。で、次の括弧1から3に答えようということで、先にあの説問の中身確認したいですね。まずは単体のナトリウムを水と反応させた時の化学反応式。はい。これはまあ単体のそのナトリウム、金属のナトリウムが存在するんですが、それを水の中に入れた。 うん、これは金属のン化傾向の中で、えー、常温の水に入れたときには、えー、水素が発生する、うんえー。その時の化学反応式の書き方等ですね、えー、後で解説の中で確認していきたいなと思っています。で続けて、カッ2の、えー、室温、えー、乾燥空気中での単体のナトリウム、うん、の、えー、と酸化反応を化学反応式で示せ。これも講義の中でちょっと説明しましたけど、 空気中で放置しておけば、NA、ナトリウムという金属と、それから空気中の酸素 O2 が反応して、で、NA2O、酸化ナトリウムができるというところですね。うん。この化学反応式を確認していく。はい。では、最後。最後は、カッコさ空気中でのその反応を防ぐために、単体のナトリウムはどのように保存しなければならないかを簡潔に記せということで、カッコ3番は、うん。そのままいけそうな気がしますね。これは暗記。えー え、事故になるんですが、これは単体のそのナトリウムなどはまあ空気中で保存することはできないから、石油内脂はまあ投油中で保存しておく。空気に触れないようにしておく。ということで、3番は、はい、石油内脂は投油中で保存する。うん。ということ、胸がかけてあれば大丈夫そうですね。ということで、まあカッコ1とカッコ2の化学反応式を後ほど 確認をして。はい。え、それからまあ、下線 A ですね。念のためちょっと確認してみましょうか。ということで、ちょっと上に飛んでいきますね。問題文の上の方に行きます。はい。はい。ということで、えっ、ー、と、問題文のですね、はい、え、単体ナトリウム、水と激しくあの、 からえー、とはい、ということで、以上の点を踏まえて、えー、化学反応式を書いて、えー、確認していきましょうということで、えー、と1のカッコ1と、それから2の確認をしていきます。じゃあ、移って解説に移っていきますね。はい。 はい。じゃあ、移っていきます。えっ、ー、と、まずは単体のナトリウムを水に入れたときということで。はい。えー、これはですね、金属の4化傾向の中でも、常温の水に、えー、と単体のナトリウムを入れた場合には、水素が発生する。まあ、この時には、えっ、ー、と、実は酸化還元反応がね、えっ、ー、と、起こっていて、えー、還元剤としてナトリウムが電子を放出して、水溶液中にね、水の中に含まれる H プラスに対して、 うん。えっ、ー、と、電子を、えー、と渡して水素を発生させる。うん。といったね、えー、実は反応になってますというところで、反応式ね、ちょっと確認していきましょう。まずは、水からわずかに電流をしてきた、はい、えっ、ー、と、H プラスがいますと。で、この H プラスに向けて、えー、ナトリウムが、 電子を放出するといった格好ですね。で、ここで、この放出した電子は、はい、えー、水素イオンに渡されて、まあ、水素が発生。で、えっと、H 原子ではいられませんから、H2、2H プラス、2マイナス、はい、という格好で、これで、それぞれの式を連立していく。はい、えー、じゃあ、H プラスの数がね、合いませんから、はい、かける2。それから、あと、電子の数もね、合いませんから、かける2と。 ということで、えっ、ー、と、すべてのね、反応式。はい、連立して、反応式完成させていきます。じゃあ、書いてみますね。はい。はい、ということで、えっ、ー、と、左辺ですね。NA とそれから、2倍になった 2HO が余って、から右辺。はい、えー、これは H2 がそのまま、はい、余って、あとは、えっ、ー、と、余った NA プラス、2NA プラスと2 o 1マイナスで、 プラスとマイナス余り物同士合わせて 2NAOH ということで、カッコ1番の反応式はこのような格好になります。はい。では、えっと、続けて括弧2番ですね、えー。金属のそのナトリウムというのは空気中で放置しておくと、えー、空気、えー、中の酸素と反応して酸化物 NA2O が生成するというところですね。はい。えー、この化学反応式今書いて示していっちゃいますね。 はい、えー、このような格好になります。で、あとは、えっ、ー、と、係数合わせて、えっ、ー、と、O がね、左辺で2個分ありますから、右辺で、はい、2 n a 2 o として、あとは NA の数合わせて4個ですね。 はい。ええー、と、いった格好で化学反応式をそれぞれ書くことができましたと。ということで、金属のイオン化傾向でね、うん。あの、金属の、えー、まあナトリウムの単体は水、常温の水に入れた、入れることによって反応するという事実は、えっ、ー、と、みんなね、えっ、ー、と、抑えているとは思うんですけども、実際に化学反応式で書けるように抑えておくということ。はい。えー、それからあとは、 え、まあナトリウムがですね、実際空気中の酸素と反応して、酸化されていくといったところですね。うん。えー、これらの反応は結構有名なね、えっ、ー、と、反応なので、えー、しっかりと抑えて、うん、置けるようにしておいてほしいなと思ってます。はい。では、えっ、ー、と、解説の方ですね、続きに入っていきたいなと思います。はい。じゃあ、行きます。 えでは問、問い2番ですね。えっ、ー、と、河川 B について。はい。えー、塩化ナトリウム水溶液を電気分解すると、陰極では水素が発生し、単体のナトリウムは得られない。その理由をね、えー、簡潔に記せということですね。じゃあ、ちょっと河川 B の内容ね、ちょっと確認しましょうか。ということで、画面を映していきますね。はい。じゃあ、河川 B の内容ですが、 え、これですね。塩化ナトリウム水溶液の電気分解では、まあえっとえー、ナトリウムのですね、単体が得られないといったような内容でした。うんえー、実際にこの単体のナトリウムを得るためには、まあ、講義動画の方でちょっと言いましたけど、はい、水溶液ではなくて、うん、塩化ナトリウムのような塩、ね、とても油点の高い塩を、油点をちょっと下げて、ね、 えー、塩化ナトリウムの場合だと、えー、c c l 2などを、えー、入れると融点が下がって、えー、まあ溶かしやすくなるんですが、それでも結構融点高い。うん。えー、加熱しなきゃいけない温度高いんですが、その、えっ、ー、と、油回塩、溶かした塩を、えー、電気分解することでナトリウムの単体が得られる。はい。これは、はい。えっ、ー、と、まあどういったことを考えるかっていうと、水溶液だと水 H2O が存在するんですね。 で、この H2O が、はい。えっ、ー、と、NA プラス、水溶液中に存在する NA プラスと比較して、これ陰極で還元されやすいのは、どっちっていうと、実は水なんですね。水の方が、どうしても優先的に先に還元されてしまって、水素が発生する。ナトリウムは、まあ、イオン化傾向がね、まあ、大きい、えー。イオン化傾向は大体アルミニウム以上の金属であれば、 ね、水溶液中では水の方が先に陰極で還元されてしまって、積出しないというね、事実をちょっと覚えておいてほしいんですよ。ですから、では、えっ、ー、と、問いの2番にね、移っていきたいと思います。はい。はい、ということで、えっ、ー、と、問い2は、はい、えー、このね、事実について、塩化ナトリウム水溶液を電気分解。うん。 まず、えーと、水溶液であるっていうことをね、確認しておこうね。水溶液であることを確認して、陰極では水素が発生、単体ナトリウムは得られないということで、はい、内容的にどんなことをね、えー、と書けばいいかというと、はいえー、ナトリウムは、えー、イオン化傾向が大きく。うんでえー、と水溶液中では陰極で水 H2O が 先に還元されてしまうためということですね。はい。えっ、ー、と、このような要点が書いてあるといいですね。要点は2つ。えー、ナトリウムは溶化傾向が大きすぎるということですから、えー、それに、それゆえに、えー、水溶液になったら水の方が先に還元されてしまうというポイントを書いてくれれば OK です。はい。えー、ということで、ここですね。はい。記述の内容をちょっとね、気をつけて、えっ、ー、と、おいてください。はい。じゃあ、えっ、ー、と、問いの3番に。 できますね。えー、では、問いの3番ですが、河川 C について1から3に答えよということで、じゃあ先に河川 C ね、確認してみましょうか。はい、ということで、いきます。さあ。えー、では、河川 C。よし。はい。はい。では、えー、と河川 C ですね、水酸化ナトリウムは、工業的にはイオン交換膜法により製造されているということで、はい。 えと、まあ、これは、電解層要イオン交換膜で仕切り。で、その一方に、陽極。もう一方に陰極を設置し、陽極管には塩化ナトリウムフォワース極。陰極管には純水を満たして、電極管に電圧をかけることで行われるということですね。はい。うん。これはね、あの、イオン交換膜法といって、えっ、ー、と、n o h の工業的製法でしたよね。うん。この工業的製法について、はい、えー。確認していくということで、どの確認、 していってみましょうか。ではまた、また質問に戻っていきますね。はい。他にも授業動画をアップロードしているので、他の分野、それから授業動画を見て、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。ぜひ学力向上に向けて、みんなと一緒に頑張っていきたいなと思っておりますので、頑張って動画を見てください。